はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今日はですね、2003年バージョン。?2003 年じゃねえ、2013年か。?2013 年だよな。2013年。バージョンの秋味。キリン秋味でございます。そして、ついでにちょっと澄み切りもね。で、すでに、もう酔っ払っております。秋酔いと、秋楽をすでに飲み終えている状況です。はい。それでは、飲んでいきたいと思います。ちょっとですね、残念なことに秋味が、冷凍庫に入れっぱなしにしといて、ちょっと若干凍ったというか、ね、シャーベット状になっておりますが、あまり気にしません。やっぱりシャーベット状になってるな。しくったな。まあ、いっか。だいたいね、だいたい1時間半以上冷凍庫に入れとくと、まあ、シャーベット状になると。まあ、凍っちゃいますね。で、すっかりね、酔いが回って、ね、入れたことに、感づいた頃にはもう遅かったという。そんじゃ乾杯。やっぱりね、なんだかんだ言ってね、なんだっけ。前飲んだ第3のビール。富良野の秋。あれはね、苦味が足りない。というか甘すぎる。全体的に。何をとち狂ったのかわかりませんが、あの動画はちょっとなかったことにして、星をつけ直しますんで。麦芽がたっぷり。1.3本分。秋味。この、ね、キリン特有のね。この、ラガーっぽい。まあ、キリンといったらやっぱラガー。違うな。一番搾りか。まあ、キリンと言ったらやっぱり一番搾りなんですが、まあ、一番搾りはね、正直言って、まあ、個人的には残念なことに、あまり好きではないんですが、アサヒとキリンと札幌とサントリーか。でも、驚くことに、一番搾りはすっごい薄くて、まあ、ドライって言ったらドライなんですけど、ね。なんですが、クラシックラガーとかラガーに関しては結構苦いんですよね。まあ、苦いっていうか、まあ、一番搾りは苦くないといえば苦くはない。まあ、コクがやっぱり、あまりないんですよね、一番搾りはね。この秋味に関しても、はっきり言うと、あまり、個人的にはコクは感じられない。ですな。ちょっと凍らせた、あれも、わからんけど、ね、麦芽がたっぷり1.3本分って書いてあるんですけど、これはキリンの一番搾りと違って、ね、麦芽100%ビールではない。つまりですよ。麦芽たっぷり1.3本分って書いてありますよね。ぶっちゃけた話、麦芽100%ビールだったら、1.3本分どころか、2本分ぐらいあるはずなんですよ。わかりますか？
だって麦芽 100% ビールなんだもん。一番搾りはそれが売りですからね。麦芽 100% ビールな上に、まあ一番搾りと。一番搾りの麦汁を使っていると。うん。うん。まあ、どちらかラガーか一番搾りかっていうと、これは一番搾りの方の部類の味だと思うんですけど、うん。やっぱラガーとか、ね、クラシックラガーとかの方が、個人的には好きなんです。が、うん。どうだろう。なんか、言ってて、わけがわからんくなってきたけど。あれ？あれ、一番搾りってこんな味だったっけな。一番搾りと言ったら、やはり、一番個人的には、なんていうかな。一番搾りというのは、飲み飽きない。まあ、麦芽 100% のビールって大体、飲み飽きないんですけど。まあ、飲み飽きないイコール、やっぱり、だいぶ、すっきりとした、味わいの、なんですが、こちら秋味は、うん。あれ？これラガーかな？なんかラガーっぽい気もしてきたな。あれ？なんかおかしいぞ。まああんまり。ね、ペラペラ喋ってると。俺のアホさが、味覚音痴さがちょっと露呈するんで、あまり喋りたくはないんですが。ここで頼みの綱。ググります。ワールドビール。で、キリン。の、秋味。あった、秋味。読みます。口に含むと、コクと少し強めの苦味があり、口当たりがとてもまろやかなのが特徴です。ほう。しっかりとした味がありながらも、とてもまろやかで、じっくりと味わいながらいただきたいビールです。お料理にも合うと思いますので、秋の味覚と一緒にお試しください。だそうです。確かに。そう言われてみると、若干、コクもあるし、ちょっと、まあ、苦め、うん。そうですね。確かに、あれだな。若干苦めですね。うん。でも、口当たりがまろやかっていうのはちょっと同意しかねるな。どこがどういう風にまろやかなのかちょっと、小一時間問い詰めたいんだけど。うん。総合評価は四つ星です。この人なかなか四つ星つけないですからね。まあ五つ星の方がつけないですけど。うん。この人は俺よりかなり辛口の評価です。評価なんで、ワールドビール、ビール、ジビール、世界のビールという、サイトなんですが、この人は、まあはっきり言うと、あらかた評価でもう、うまいうまいとかって、まあ、ね、
非常によくできた出来ですとかって書いておきながら、総合評価が三つ星だったりするんで、結構すごいですよ。この人は。お！この人の評価五つ星の、あれが、琥珀のくつろぎだ。第三のビールの。俺、何星つけたっけ、これ。あんまりうまくなかったとかって言った気がするんだけど、気のせい。はぁ、あ。なかなかね、この人はね、すごいですよ。うん、ちなみに、富良野の秋、これ、三つ星です。うん。俺もそろそろちょっと、まあ意味ないけどな、ほとんど。俺の評価なんてほぼ意味ねえもん。うん。俺もちょっとそろそろ辛口評価にしようかなと思ってるんですけど、若干ね。ちょっと一段階ぐらい辛口評価に したところで多分、意味ないと思うんだよね。うん。よし、今日から辛口評価にするぞとかって言って、やったとして、はぁーっていう。誰か得するんですかっていう話ですね。だからね、ある程度は甘めの評価で、あの、いや、甘めって言っても、甘めって言ってもな、もうまずいやつはもうけなすからね。とことん。とことんけなすからね、俺はね。まずいやつは。うまいやつはそこまで持ち上げないけど、まずいやつはもうとにかくけなすから。うん、そういう意味ではちょっと辛口かもしれんけど、まあ、少なくとも、四つ星とかは大体かなりつけちゃうんで、もうほとんど四つ星の意味がないんですよね。もうぶっちゃけた話、五つ星の評価以外多分、俺の個人的には、あの、何の評価も意味ないと思ってます。だって皆さんもそうだと思いますよ。じゃあ例えばさ、ビールランキングで1位のやつと2位のやつと3位のやつがあったとします。どれを買うかって言ったら絶対1位でしょ。ということはそれと同じで、総合評価が5つ星のやつと4つ星のやつどっちを選ぶかって言ったら、確実に5つ星のやつを選ぶはず。むしろネタとして1つ星の方が逆に4つ星評価選ぶんじゃないか？な？そういう意味で、もうはっきり言って、三つ星と、いや、二つ星と三つ星と四つ星にはほぼ、俺の評価では意味ないと思ってる。だから、もう端的に言えば一つ星と五つ星以外、多分、評価の意味をなしてないと思うんだよね。うん。まあ、うん。そういうことです。まあ、端的な話ですけど。ふぅ。ちょっと今日やべえな。飲みすぎてるな。もうこれで3本目だぞ、これ。じゃ、とりあえず、秋味の評価は、まあ、ちょっとね、苦味が残るんだよね、口の中にね。結構苦めなビールですね、これは。で、俺結構苦めなビールっていうのはあんまり好きじゃなくてですね。苦めなビールって言っても、苦いのが、こう、ズキューンと来て、シュッと消えるんだったらいいんだけど、ズキューンと来てずーっと残るタイプの、まあ、いわゆる、なんだっけ、前飲んだ。エーデルピルスとかね。ああいう系のやつにと、やつはあんまり好きではないんですよ。うん。
まあ、シャープネスなのはいいんだけど、ずーっと永続的に残るのはあまり好きではない。ので、まあ、四つ星安定かなと。それでは、墨切りいただきたいと思います。これで、なんだ。4本目。本日4本目のビールです。やべえな、飲みすぎだろ。いくらなんでも飲みすぎだろう。まあ、墨切りは俺が、ね。多分5つ星だと思う、俺の中で。と言って、ね、富良野の秋はね、あんだけ持ち上げて、墨切りは、墨切りよか、うめえ。確実に俺よか、俺の、ね、なんだ。1位だとか言っといて、四つ星にします。うん。しますけどもね。じゃあ乾杯。うん。いや、これは五つ星でしょ。これは。ちょっとぬるくなってるけど。今日めっちゃ暑いんだよ、なんか知らんけど。今日何度？ 29 度、今。なんかね、昨日とか涼しかったのに、あれもうや、秋かなとか思ってたのに、なんか急にね、今日になったらめっちゃ暑くなって、あれ？と思ってね。わけがわからない。そして忘れてた。つまみ。今日のつまみはコーンクラッツです。バター&ペッパー。あー、これ美味しそうだな。ほら。コーンクラッツってことは、まあ、サトウキビです。サトウキビちゃうわ。まあ、いわゆるキビですね。新潟県の人が言う、キビです。まあ、あれですね。コーンです、コーン。の、バター。まあ、バター醤油とかだったら最高なんだけどな。まあ、普通にうち農家なんで、ね、夏は、コーンっていうか、これなんて言うんだっけ、コーンっていう。コーンって日本語で言うなんて言うんだっけ？トウモロコシですね。醤油かけて食いましたけどね。美味しいです。うん、当然のごとくうまいです。がしかし。まあ。ね。まあいいや。あ、すっげえこれ。めっちゃコーンの味、匂いするわ。香り。半端ねえ。のほう。これはうまい。うん。もう、甘さがね、すごいです。うん。そしてこのバターの味もするし、これやべえな。あ、これうま。クラッツ史上1、2を争ううまさだな、これ。間違いなく。うん。でもね、農家の人ってなんだかんだ言ってね、まあ、こういう逸話があります。まあ、これ事実、実話なんですけど、農家の人っていうのは、まあ、
作りますよね。だがしかし、それは売るんです。売り物なんです。ということは、作って、それを売ります。じゃあ、自分たちが食べる分は？というと、まあ、いわゆる、前の、残った、1年前の、とかの、半年前とかの、まあ、1年前かな。の昔の米ですね。前取れた米を食べるみたいな。の売れ残り的な感じのやつを、こう、いわゆる賞味期限を切らさないように、こう、古いもんから食べていくみたいな。これ実話です。だから実際、新しいもんは農家の人はほぼ食えないです。うん。まあ、いわゆる新米ですね。新米はほとんど食べません。うん。悲しいことに。だから消費者の方が、むしろ、ね、いいという。まあ、うち農家って言っても、もう農家はもう卒業してますけどね。まあ、農家といっても、まあ、まあ、昔は農家だったというか、まあ、現在も農家なんだけど、もう売り物としてはないっていう、感じなんだけど、やっぱり米ってこう、結構大量にこう、ね、作っちゃって、ね。大量に作ったがゆえに、こう、古いもんから食べていかないと、こうね、賞味期限的な意味で、ちょっとやべえな、的な感じで。だから、新米を食べることは、ほとんどないという、現状。だから、トウモロコシもね、やっぱ売られてるやつはね、すごい形が綺麗で、もうまさにこのテカテカ光ってるんですよ。俺買って食ったけど、1個100円で。トウモロコシ1個100円でさ、スーパーで売ってたから、やべえと思ってすげえツヤツヤしてんね。しかも、このさ、こんななって売ってるんじゃないんですよ。もうね、この緑色のこの、これに、この、いわゆる、葉っぱに包まれても売られてるんですよね。それを剥いで、袋に入れて、レジに持っていくパターンの。だからすっげえ新鮮なんですよ。もう、生でも食えるぐらいの。ね。やべえと思って、もう惚れ込んで買ってく、買ってね。で、まあ、家で持って帰って、煮てね。で、醤油ぶっかけて食いましたけど。うん。うまいよね。やっぱり、トウモロコシ。トウモロコシは本当に、ビールにも合うし。ただまあ、歯に引っかかるのがなんてだけど、まあ、すごい美味しいですよ。甘い。ものすごく甘い。とかなんとか言ってたら、めっちゃ食いたくなってきた。まあ、こんなコーンクラッツとかよかね、クラッツよか、完全に、そっちのトウモロコシの方はね、絶対美味しいですけど、醤油かけて。まあ、醤油かけなくてもいいですけど、個人的にはちょっと醤油かけると、うん。まあ、ビールのつまみとかってして食う分だと、絶対美味しいですね。うん。甘さが引き立つ。しょっぱいから。
醤油によって甘さが引き立って、うまーみたいな。うん、うまい。このコーンクラッツと、あれだな。クラッツ史上、1、2を争うのは、このコーンクラッツと、あと、クラッツの、なんだっけ。チーズ。まあでもまだチーズ買ってるな。やっぱチーズがちょっとうますぎるね、クラッツは。でもやっぱ炭切り美味しいですね。なんだかんだ言って。これはちょっと、やっぱり申し分ないでしょ。もう一回ちょっと言っときますけど、炭切り。麦 100% ビールです。麦芽、大麦スピリッツを使用。と。まあ、第3のビールでは割と珍しい。麦 100% の第3のビールと。いうことで。アルコール度数が 4.5% 以上、5.5% 未満と。これなかなか珍しいですよ。何パーセントって、こう、確定されてない。4.5% 以上、5.5% 未満って、まあ、1% ぐらいの差があるっていう。まあ、これは、やっぱり、ね。なんか、なんかなんでしょうね。うまさの秘訣なんでしょうね。多分。それなりに苦く、秋味と比べると全然、あの苦さがスッと消える。まあ、コクはそれほどないのし、ないにしても、香りは結構あるんで、まあ、第3のビールの最高峰ですね。炭切りは。やっぱり。やべ、トウモロコシめっちゃ食いたくなってきた。多分売ってないだろうな、もうな。季節もんだからな、トウモロコシは。あの、テカテカした。キラキラした。もうまさに宝石のような。ね。やつは多分ないでしょうね。ちょっと最近ですね、イラッときたことがいくつかありまして、まあ、主に仕事なんですけど、仕事上でね、結構あるんですけど、なんか、あれだよね、難しいですよね、やっぱり自分のこのイラつきをどこで発散するか的な、非常に難しい。だがしかし、
まあ、それはまあ、俺だけではなく、皆さんがまあね、抱えてる悩みでもあると思うんで、うん。でね、今日ね、ちょっとね、仕事帰りに、実は、海へ行ってきました。はい、海水浴。まあ、海水浴はしてないですけど。まあ、何年も海水浴は行ってないですけどね。まあ、行く人もいないんで、うん。今日が、8月の29日。29日ですが、もうそろそろ夏休みも終わりということでね。うん。海水浴に、まあ、夜の6時半頃に、ね、ちょっと、海水浴場へ行ってみたんですが、いやー、いいもんだ。なかなか。普段こうね、休みの日とかなんて、ほとんどパソコンいじって、引きこもってる、俺にとってはちょっと、なかなかの、いい刺激になったと思います。うん。まあ、花火してた人もいたけどね。でも、ほとんど人いなかったね。6人ぐらい。その、花火してた人が6人、固まっていたぐらいで。うん。あと、釣りしてる人が、まあ、いくつかいたけども。砂浜にはいなかったね。うん。やっぱ、潮の香りとね。うん。なかなかいいもんです。しかも、やっぱり日中に行くんじゃなくて、こう、若干夜に行った方が、涼しくて、やっぱさ、日中に行くとさ、暑くてさ、なんか、なんか、やる気なくなくなんね、なんか、うん、ね、なるっしょ。でも日が傾いた時に行くと結構、うん、心地よかったですよ。うん。まあ何にしろ。なかなか外に出て、なんかね。まあ、ここは都会だったらあれなんですけどね。どっか飲みに行ったりとか。ほら、車で、今はまあ、田舎なんで。田舎だとやっぱり、飲みに行くっていうのはね、なかなかね。だって結局、飲みに行くには車が必要なんです。遠いから。遠いんで、ね、必要なんですよ。ということは車で行きます、飲みます、さあどうやって帰るかと、代行頼みますね、頼んだら金がっぽりかかります、はぁですよ。それが嫌なんだよな。うん。かといってやっぱり家で飲んでると、家でばっかり飲んでるとほら、なんか、あーって気分がこう、落ちてくるでしょ。まあ俺だけかもしれんけど。ね。なんかこう、引きこもり的な感じになってくるでしょ。なんかそれが難しいよな。まあ最近の、ね。悩みはあれですよ。なんだかんだ言って、なかなか、うん、友達がいないという、ね。全くもって、一人も友達がいないという、ね、現実。多分これは、
いや。まあ結局のところ、あんまり人と話すことというか、なんかね、その、人と、まあ話したりすることによって、いろいろ気を使うっていうのがめんどくさかったりするんですよね。ただ、人間っていうのは身勝手なもんで、こう、めんどくさいんだけど、ね。かといってその人との交流を断ったら、どうなるかっていうと、やっぱり、寂しくなるんですよね。まあ、そういうもんです。はぁ。まあ、俺も、まあ、ろくでもない、まあ、ね。学生生活を送ったわけですけども。ちょっとそのことについて、話しますか。ちょっと。まあね。なんか、話したくもないんだけどな。話したくないような話したいようなっていう感じですよね。だって高校時代の時、高校1年生の時は割と友達は、それでも、3、4人ぐらいしかいなかったですけど、まあ、しかいなかったというのか、もういたというのかわかんないですけどね。ただし、高校2年生になってからは、クラス替えがあって、高校3年生も、ずっとそのクラス替えがなかったんで、高校2年の時にあって、つまり2年の時と3年の時が一緒のクラスだったんです。一緒の人間だったんですね。もうそれでね、高校2年の時、友達が1人しかいなくて、で、3年の時も1人しかいなかったんです。結局ね。だから、あんまり、いい思い出っていうのはないんですよね。高校時代。中学生の時代も、でも、中学生は一番楽しかったかな。小学生は、でもまあ、どうだろう。高校生が一番楽しくなかったな。小学生は半々。中学生は割と楽しかったかな。まあ、そんな感じかね。まあ、俺の、まあ、ぶっちゃけで言うと、俺は、小学3年生の時に、両親が離婚しまして、それで、ちょっと、転校せざるを得なくなってですね。で、転校してからもう、全くもって、まあ、別環境なわけですよね。それで、ちょっと、全く友達ができなくて、まあ、いじめられたりとかっていうのは結構あってですね。それまではすごい、めちゃくちゃなんか、ね、俺も今でも記憶にあるんですけど、学校のね、校庭で、石を投げてどれだけ遠くに飛ばせるかとか言ってね、友達とね、石投げて遊んでてねですね、俺がバカでですね、飛ばしすぎて、というか加減を知らなくてですね、飛ばしすぎてちょっと校庭の越えて、家の方まで行ってですね、その石がね、家の方までバーって飛んでって、
で、ガチャーンとか言って、ね。窓ガラスが割れたりとかですね。それで、やべーとか言って、逃げろーとか言って、逃げて、ね。ちょうどその日が、確か今でも覚えてるんですけど、プールの授業、夏ですね。でですね、着替えてる途中、着替えて、その、プールに、ね、まあ、入ろうとしてる時に、先生に呼び出されて、石投げて、なんか、窓ガラス割ったりしなかった、とかいう感じで、まあ、いろいろ尋問されてですね。いや、してないですよ的な感じで嘘をついてですね。それで、ね。その時はごまかせたんですけど、最終的にバレてですね。親と一緒に、謝りに行ってですね、弁償したりさしてですね。夜にね、行ったりして。いやー、なかなか、あれが本当に一番心に残ってるな。だから、その頃の、その小学校、まあ、だから俺小学校二つあるんですよね。二つ。小学三年生までいた学校と、小学三年生以降にいた学校、で二つあるんですけど、まあやっぱり一番懐かしいのはやっぱり小学生の3年生になるまでにいた学校が一番懐かしくてですね。まあ今でも、まあちょっと行ってみたいんだけど、まあ行ってみたいって言ってもまあ昔行ったんだけどね。やっぱすごい懐かしいですね。近くを通ったりするとすごい懐かしかったりして、まあ、はい、そんな感じなんですが。やっぱり思い出っていうのは結構、最近のよりも昔の方が結構残ったりするんですけどね。まあそれで本当に転校は本当に転校してですね、小学3年生転校し、新しい学校になってからはもう恐怖でしたね。もう最初の自己紹介みたいなのあるじゃん。あれで、もうね、もう何喋っていいかわかんないし、恐怖っていうかなんかこう、ね。あるでしょ。そういうので。だからもう、めっちゃ緊張して、もうそれからもう、ほとんど、人の前に立つのがもう苦手になっちゃってですね。それまで普通にめっちゃね、なんか喋ってた気するんですけど、もうそれからもう一気に、ダメになっちゃって。やっぱりね、まあそれから俺が学んだこととしては、まあ、これを見てる、この動画を見てる人は、ね、どうか知らんけども、少なくとも、ね、離婚というのは、するなと。絶対。だからもう、それから、俺はね、もう結婚っていうのはしたくなくなりましたね。だって、俺の両親が離婚してるわけですから。だって結婚イコール、ね。最終的に離婚してるわけだから。俺の両親がね。ってことは、つまり、ね。良くない。結婚なんて意味ないっていう概念が俺の中でだいぶ根強く
残っちゃってる感じで、うん、結婚して幸せになったっていう人も、まあ、周りにはちょっといないし、ね。だって結婚してほら、なんか、いろいろ、ね、愚痴ってきたりするじゃん。仕事の人とかでさ、なんか、愚痴ってきたりしたりするんで、もう結婚しなくてよかった、結婚しなくてよかったな、じゃないや。結婚したくねえな、っていう、感じがもう、根強く残っちゃってるんですよね。うん。だから、少なくとも子供がいる状況で、離婚するっていうのはちょっと、個人的には、どうかと思います。うん。あんたら個人の問題だけじゃなく、子供にも影響が及ぶっていうのは、よくわかりました。俺の中でね。うん。まあ、結婚してないですけど、僕は。してないですが、やっぱり、そういうの、うん、はよくわかりました。うん。まあ、離婚の理由っていうのが、うちの親父の多分ですけどね。多分、うちの親父が、俺の母親に、DV をしたことによって、なったという、まあ、離婚しちゃったという、まあ、夜にね、真夜中に、俺ちょっと母親の、悲鳴を聞いてますからね。ちょっとそれが個人的にトラウマなんですけども。うん。まあ、だから今でもちょっと、父親はちょっと大嫌いなんですが。うん。まあ、言っちゃって悪いんですけど。まあ、ぶっ殺したいなと。うん。母親は好きですね。まあ、マザコンではないですけど。いや、マザコンかもしんないですが。うん。少なくとも、父親は大嫌いということで。うん。さすがに、まあ、逆に反面教師という意味で、ああいう人間にはなりたくないですね。うん。あんな、ね、結婚して、その相手に、こう、暴力を振るような人間になりたくない。っていうのと同時に、まあ、結婚しても結局離婚するんだったら、結婚しない方がいいという結論に達してます。まあ、ということでね。まあ、なかなか、ちょっと、暗い話になってしまいましたが。はぁ。まあ、しょうがないっすよね。しょうがないっすよねっていうか。まあ何がしょうがないかわかんないですけど。まあ皆さんあんまりそういうことしない方がいいですよ。うん。離婚。てかそもそも離婚すんだったら結婚すんなと。うん。俺の中でそれがありますね。なんで離婚すんだと。お前結婚したん、結婚っていうのは、ね。離婚するために結婚したんじゃねえだろと。ね。せめて、離婚するんだったら、子供作る前に離婚しろと。言いたいです。というか、父親を
俺はこう、グーパンチで、ぶん殴りたいですね。マジで。まあ、この墨切り。まあ、これは、うん。まあ、五つ星で問題ないでしょう。これはね、五つ星。まあ、秋味に関しては四つ星だな、これはな。ということで、長くなりました。それでご視聴ありがとうございました。